日本将棋連盟会長の羽生善治九段が1日、X、旧ツイッターを更新。今回は樋口優子先生とコラボさせていただきました。ぜひよろしくお願いします。と将棋会館建設クラファン同日からの第5期のスタートを宣言した。日本将棋連盟は新将棋会館建設プロジェクトとして、クラウドファンディングを実施中。羽生会長が X で紹介したように、第5期では、新たに画家の樋口優子さんとのコラボシリーズが登場。樋口優子さんは猫の登場する作品が多く、グッチなど様々な企業とのコラボなどでも知られる。将棋会館建設クラファンの樋口優子コラボコースでは、猫に加えて、ウサギの絵が多用されたグッズが展開されている。ウサギといえば羽生会長は大のウサギ好きで知られている。5期目の返礼品には12月16日に将棋会館で行われる藤井聡太竜王、名人と永瀬拓矢王座の研究会の様子を再現した対局の観戦などのコースが紹介されている。この対局の支援金は80万円、オンライン視聴券は1万5000円となっている。会館建設委員である藤井聡太七冠も動画メッセージを公開した。藤井聡太七冠は、棋士の藤井聡太です。日頃より将棋界また、クラウドファンディングへのご支援をいただき、誠にありがとうございます。将棋会館の移転もいよいよ来年ということで寂しさを感じる一方で、皆様に支えられて新しい会館ができることをとても楽しみに思っています。新会館が将棋の楽しさ、面白さをより多くの方に伝えられる場所になればと思っています。と挨拶。クラウドファンディングの第5期では心ばかりではございますが、ご支援様に向けた永瀬王座との特別対局をはじめ、様々な返礼品をご用意しています。ぜひ、ご支援をいただけましたら幸いです、と支援を呼びかけた。将棋会館の建設クラファンは全体の目標が6億円。6期に分け、3期目までで2億8000万円を集めた。4期目も8527万8000円を集め、ここまでの合計は約3億6500万円。残り2期で2億3500万円の協力を目指す。現会館は1976年、昭和51、建設で築47年。建物の老朽化のほか、対局室の不足、ネット時代に対応した中継設備の拡充などの必要に迫られており、新たな歴史を刻む新たな拠点の建設を目指す。王座戦、藤井聡太七冠が土壇場で大逆転、エアポケットに入ってしまった永瀬拓矢王座がまさかの失着。藤井聡太七冠、21、が永瀬拓矢王座、31、に挑む将棋の王座戦5番勝負、主催、日本経済新聞社の第3局が9月27日、愛知県名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで行われ、先手の藤井聡太が81手で勝利した。これで藤井聡太は対戦成績を2勝1敗とし、全8冠独占まであと1勝。日本将棋連盟会長で永世七冠の資格を持つ羽生善治九段、53の記録、当時は全七冠を凌駕する前人未到の8冠へ王手をかけた。名誉王座に黄色信号。対局後、藤井聡太は、終盤は負けになってしまった、第4局に向けて、まずは内容をよくできるようにしたい、といつものように反省の弁を述べた。永瀬は努めてショックを見せずに、最終盤で対応がうまくできなかった。引き続き精一杯頑張りたい、と淡々と話した。王座5連覇を目指す永瀬は、史上2人目となる名誉王座、他のタイトルでは永世称号がかかっているが、角番となってしまい黄色信号が灯った。先手は藤井聡太、飛車を進めた藤井聡太が角道を開いたが、永瀬は歩で止めて、角換わりを拒否したため、第1、2局と同様の展開にはならなかった。永瀬は、振り飛車を示唆するような動きを見せながら、互いに、雁木で応戦。永瀬は飛車を、7に、へ持ってきて、最終的に、袖飛車の形になった。袖飛車とは明治時代から昭和初期に活躍した大阪の坂田三吉、1870から1946の考案と言われる戦法で、飛車を3筋、後手は7筋へ移動させて攻撃する。飛車を横に振るには振るが、居飛車の範疇とみなされる。激しい攻防、午前中から駒がぶつかり合って戦闘が開始された。二人をも勝負どころでは多くの時間をつぎ込む中で、永瀬の方が積極的に仕掛ける。永瀬は端歩を5段目まで進め、9筋からの藤井聡太玉を狙う攻めの拠点を作った。32手までで昼食休憩。
永瀬がうなぎ丼、藤井聡太がカレーを食べ、午後には永瀬が細かい攻めを繰り出していくと、藤井聡太も応戦し、盤上は激しさを増していく。夕食休憩前には中盤のねじり合い、優劣不明な形勢で双方の攻めや受けが続くことになっていった。アベマで解説していた村田明宏六段37は、藤井聡太さんの駒組みはガチッとした感じですけど、永瀬さんの方の駒組みはちょっと軽い感じなので、何かのきっかけに一挙に危なくなる可能性がある、などと話した。しかし、永瀬が飛車と角、さらに2枚の香車で藤井聡太陣を脅かしていくと、次第に差が開いていく。まさかの4一飛び、うちの守り。永瀬のリードが広がり、勝利は間違いないと思われた場面、藤井聡太は65手目に2数と、と打ち込み、5一にいた永瀬の玉に王手をかけた。直前までアベマの AI、人工知能の予想では、藤井聡太の勝率はわずか 2% だった、3に、には永瀬の守り駒の金がいる。この筋には永瀬の歩がなく、禁じ手の2歩にもならない。AI の予想手の第一候補は3一歩。筆者もこの手で間違いないと思った。これは自陣の金の下に歩を打つ、底歩という手で、飛車の横利きに対する守りの情動である。ところが、永瀬は4数と、と飛車で合わせてしまった。この手では飛車で交換に来られてまた何をされるかわからない大きなリスクを残してしまう。ましてや永瀬の玉は、自分の銀で逃げ道を塞いでしまう、壁銀の状態になっていた。アベマで解説していた深浦康一九段51と村田六段は、どうして、ともはや言葉を失った様子。落ち着くと深浦九段は、ひっくり返されましたね、藤井聡太の5、6の角もよく効いているし、と話した。とはいえ、二人とも驚きのあまり解説のしようがないという感じだった。土壇場での永瀬の失着で、あっという間にアベマの勝率予想が逆転した。風前の灯火だった藤井聡太が、一挙に攻勢に出る。そして81手目、33の桂の前に歩を打たれた永瀬は、あまり時間を置かず投了した。永瀬自身の分析は、今回の永瀬の失着は、プロはもちろん素人が見てもわかる。ファンから、軍曹と呼ばれる生真面目な永瀬らしからぬ一手だった、一分将棋の秒読みに追われていたとはいえ、全く慌てる場面ではなかったはず。いわゆる、魔が差すとはこのことか。何が影響したのか、もちろんさっぱりわからない。これまで勝負所での午後のおやつは、藤井聡太は飲み物だけで、相手はスイーツを注文することが多かった。それが今回、永瀬は飲み物のみで、藤井聡太はケーキも注文した。藤井聡太のケーキが思わぬ、良好、藤井聡太が中学生時代に使った言葉をもたらしたのか、などとつまらぬことまで考えてしまう。思わぬ他力本願で土壇場の大逆転が転がり込んだ藤井聡太は、間違っても、失着でびっくりした、などとは言わない。しかし、仲の良い研究仲間による考えられないほどの歴史的な失着に、内心では相当に驚き、混乱もしただろう。もちろん持ち時間を使い切っての、一分将棋は、タイトル戦だけにあるわけではない。永瀬はいくらも経験してきたはず。それでもやはり、秒読み将棋は怖いことを改めてこの一局で痛感した。永瀬は、3一歩が第一感でしたが、エアポケットに入ってしまった。対応がうまくできなかったと思います、などと振り返り、局後も冷静に報道対応や大盤解説場でファンに挨拶していたが、その内心はいかがだったのか。エアポケットとは一体何だったのか、いつか聞いてみたい。第4局は10月11日に京都府京都市のウェスティン都ホテル京都で行われる。先手番となる永瀬が今回のショックを克服して巻き返せるか？とはいえ、今回の思わぬ流れから言っても、藤井聡太の前人未到の八冠がかなり高くなってきたことは間違いない。さらに藤井聡太は、早くも10月6日に東京で、小学生時代からのライバル伊藤翔七段20の挑戦を受ける竜王戦七番勝負、主催、読売新聞社の第一局が始まる。阿波野義雄、阿波野正雄。ジャーナリスト、1956年、兵庫県生まれ、大阪大学文学部を卒業、2001年まで共同通信記者。著書に、サハリンに残されて、31処方、警察の犯罪鹿児島県警、渋志事件、ワック、検察に、殺される、ベスト新書、ルポ原発難民、牛尾出版社、アスベスト化、集英写真書、など。デイリー新潮編集部、